どうも、おやっとさわです。入江健です。今回は鹿児島市臼杵の人気店ヌードルストア金星さんに再訪問させてもらい、お店で超人気のまぜそばをいただいてきましたよ。店主のみゆきさんの笑顔に癒されながら、めちゃめちゃうまい一杯をいただいてきました。最後までお楽しみください。指宿枕崎線臼杵駅から徒歩1分くらいのところにあります鹿児島市臼杵ヌードルストア金星さんにお邪魔します。こちらがヌードルストア金星さんの発見機になります。今回この中からまぜそば追い飯付きをプッシュしました。しばらく待っていると着丼です。鮮やかで綺麗な盛り付け、いただきますということで、まずはしっかり混ぜていきます。さあ、全体的にタレが回ったところで早速いただいていくことにします。箸でがっちりリフトアップして出てきた麺は平打ち太麺。いや、この麺すっげーうまい。しっかりしたコシにもっちもち、そしてつるしこ食感。それに合わせたタレは2種類の醤油に鹿児島県産の黒豚の背脂を配合した金星特製の秘伝のタレを使用。麺とタレの絡みが非常によく、さらに麺のうまみとタレのうまみとの相性がよく、じゃんじゃんずるずるといけるうまい麺。そして早速ですが味変を楽しみます。昆布だしのお酢、一味を振りかけ、そして魚粉を振りかけて、さらにブラックペッパーをかけていきます。それらがしっかり馴染むように混ぜていき、ぐる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 混ぜていったところで、さあいただきます。いや、この味変またすごくうまい。昆布だしのお酢のさっぱり感を感じつつ、一味の程よいピリ辛感がアクセント。魚介の香ばしく豊かな香りとともに、ブラックペッパーのジャンク感がめちゃめちゃうまい。このまぜそばに盛り付けされたトッピングはフライドオニオン、チャーシュー、青ネギ、白ネギ、メンマ、海苔、卵黄、それらが混ざり合い混然一体のうまさになったものがしっかり麺にも絡み、その食感たる上めちゃめちゃうまい。麺との具材との相性もよく、これもさらにじゃんじゃんズバズバいけちゃいます。そして麺を食べきった後はこちらの追い飯、ご飯をぶっかけてしっかり具材になじませていきます。さあ、その追い飯をパクリ。いやいやいや、この追い飯も絶品。ご飯とタレ、そして具材との相性がよく、これもじゃんじゃんパクパクといける追い飯。そして追い飯で気づいたのが、チャーシューの柔らかさと旨味をしっかりご飯とともに感じられます。そんなヌードルストア金星さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。さあ、本日もしっかり追い飯まで美味しくいただき完食です。店主のみゆきさん曰く、アットホームでフレンドリーなお店の雰囲気作りで気楽にお店に食べに来てほしいとのことでした。女性店主のいるお店なので、女性のお客さんにも気楽に行っていただきたいお店です。わっ、全部分かったです。ごちそうさまでした。